YouTube をご覧の皆様、こんばんは。現在ですね、フィリピンのパンパンガという町に来ております。で今日で最終日ですね。まあちょっと本当は日本に帰ってからちゃんとまとめて話して編集しようかなと思ったんですけど、今最後の日で、明日僕成田で帰っちゃうんですけど、まあちょっと今のこの気持ちをね、このフレッシュな状態で伝えたいと思って今こうちょっと撮ってみたんですけど、あーでもすごい楽しい2日間でした。で昨日は本当にまあホテルの近くを探索したりとか、ご飯食べたりいろいろしたんですけど、今日はねちょっとね変わった経験ができて、あの友達の両親のところに行って、またすごい遠かったんですけど、お兄さんが迎えに来てくれたりとか、もうね家族がみんな揃って僕を迎えてくれて、本当にご飯も美味しくて、でなんかその友達のお父さんがあのシャモ、闘鶏っていうんですか、あのファイティングするチキンのあのやつをやってて、まあ、それも見せてもらったりとかして、でご飯お母さんもいろいろ頑張って作ってくれて、貴重な経験ができました。なんかやっぱり観光とかだけだとどうしてもできないような経験とかってやっぱりあると思うんですけど、本当にね、なんかだいたいフィリピンっていうとみんなマニラに来たりとかすると思うんですけど、その3時間ぐらい車で来たとこで、本当にねラスベガス、まあラスベガスってもカジノとかない、本当に女の子たちがすっごいいっぱい街に立ってて、でもうまあ僕女の子と歩いてたりとかもしてたんで声かけられたりしないけど、でもちょっとこう見てると目合うし、なんか話しかけてきそうな人とかも多かったし、すごい街でした。カルチャーというか、本当にね日本にはなかった文化っていうか、20年ぐらい前なんか野良犬とか歩いてるから、それはちょっと似てたりとか、夜でも子供たちがね外走ってたりとか、まあなんかお金ちょうだいとかそういう子たちもいる、まあそういうのは日本にはないですけど、本当になんかマニラの付近とか行くと、なんか草むらなんか茂ったとこ、なんつうんだろう、本当道路と道路の間ですよね、すっごい排気ガスなんですよ本当に。マスクね、今トライセクルっていうあのバイクとここに2人ぐらい乗れて、で後ろにもう1人乗れるあのやつがあるんですけど、それに乗ってて、まあその次ジップに乗ったんですけど、もうぎゅうぎゅうです。時間にして今9時前8時半とかなんですけど、すごかったです。人がまあ10時付近でもナイトマーケットみたいな24時間やってるマーケットのとことかすごい人が降りて乗ってくるんですけど、いやね、もう本当に排ガスがやばいです。マスク超臭いし、なんかハンカチとかで押さえないと鼻とかも苦しい、息とかもうこの辺痛くなってくるようなぐらい、すごいねやっぱ環境汚染がすごい国だなっていうのはもう思いましたしね、やっぱその辺はやっぱ全然違いますね。一応ね車検とかはあるらしいんですよ。車検もあるし、車のそういう整備とかもう一応1年に1回ぐらいはあるらしいんですけど、そのチェックはかなりまあ楽勝らしいですね。だから古い車とかもすごい走ってるし、そのさっき言ったバス、みんながもうクーラーもないですよ。で夜だからいいけど昼間とかちょっと耐えられないぐらい暑いですね。湿気もすごいし、まあでも本当になんていうか、それもね3日間だけ休み取って2泊3日になっちゃったんですけど、まあ明日の朝ね帰んなきゃいけないんで、ちょっと名残惜しいというかいろいろと思いました。でそうですね、まあなんかいろいろムービーとか合わせて見てもらえればなと思うんですけど、いやすごいいろんな文化がありました。外にしても人が地面に寝てるとかも普通にあるしね、なんか花配るあげるからとか、あとはまあクリスマスシーズンなんで、すごいクリスマスを大事にするらしいんですよね、フィリピンの人たちって。だそのクリスマスの催しというか、子供たちが外に来て、家の外に来て歌を歌ってお金くださいみたいなのとかも、なんかなんだろう、すごい日本で見てたらない光景だし、普通になんかねあんまいい感じはなかったけど、でも普通にここで見たら一つの文化として捉えられることができたし、なんかねまた全然違う、本当に民家に行くことなんかないじゃないですか、入ったりとかご飯食べたりとかね、なんかすごい経験でした。料理が美味しかったね。どうやって作ってんだろうっていう味が、日本には全くないような味だけど、野菜とかもすごい美味しくて、いや良かったですね。ホテルもちょっとすごいゴミゴミしたところだったんですけど、本当に接客も良かったし、もちろんね接客悪いようなところもあるんでしょうけど、しかも
うん、プライス的にもそんなに全然だし、あとさっき言ったあの価格の話言うと、ジプニーは何十円とかで、その、まあ、道だから真っすぐずっと道真っすぐ行く、真っすぐ行くで、ここで降りたらここの真っすぐのやつに乗るんですけど、一人だいたい20円とかで乗れるんですよ。ちょっとなんかタクシー拾うのってやっぱちょっと高いじゃないですか、日本って。こっちは本当に民間の人たちが、ドライバーライセンスもね、運転免許もないみたいなもんらしいです。あるようでないみたいな、持ってるけどなんかフォーム書いて終わりみたいな感じらしいですね。いやすっごい汗かいた。いやでもよかった、来て本当よかったなと思いました。お土産はね結構困りました。やっぱ日本のものと比べてわざわざここで買って喜ばれるもんって分かんないから、自分が食べてないから。本当におすすめのものとかで本当にいろんな人に助けてもらって、一人だったらもういくらボラ、ね、ぼったくられてるか分かんないようなのとかも、やっぱ一緒にいるからそんなにはぼったくれないけど、でもやっぱりその普通にトライセクル乗るときは、友達と二人乗るときも、俺が日本人だから倍ぐらい、50ペソなの100ペソとか、100ペソって大体250円とかだけど、すごい高いと怒ってましたね、友達はね。まあいろんなカルチャーを受けて、まあ本当大変だったのは、とにかく日本じゃないですか、ここじゃないわ、ここフィリピンだ。日本は今12月で冬で、来る時はもちろん寒い、すごい寒いと、朝の5時の電車に乗ってたから、それで来て、こっちにはこうちょんな、こんな暑い、ちょんな暑い、ちょんな暑いって韓国語でめっちゃ暑いって意味ですけど、暑い思いして来てよかったなと思います。また帰る時は気をつけてね、寒い、涼しい、暖かくして帰りたいと思います。というわけでまたお会いしましょう。バイバイ。